皆さんこんにちは、伊藤春です。なんか今日はちょっと魚眼な感じがなんかいいじゃんと思ってこのまま撮ろうと思います。今日は美術本の紹介をしたいと思います。じゃん、めちゃめちゃベストセラーとなっており、美術本の中では美術本のコーナーで平積みになっていないのを見たことがない。もういつも平積みになっているこの本、これのレビューです。これは秋田雅子さんの書いた、名画の構造を読み解くっていうサブタイトルについてますね。どうしてこの絵に引き付けられるんだろうとか、この絵の主役はどこ、バランスがいいってどういうこと、センスとロジックつなげるビジュアルリテラシーの教室とか、絵を見る上でのテクニカルなところ、あの感性で見るとかっていう黄金比とか、あとは構図っていうところについて、解説してくれている本です。で、やっぱり写真を撮る人とかは分かるかもしれないんですけど、よく見える写真となんかダサい写真ってあると思うんですよね。でもそれが全く同じことが絵でも言えます。で、そのダサく見える写真、よく見える写真と同じように、その構図っていうのにこだわって、昔から画家たちは絵を描いています。あとは遠近法とかですね。で、それについて、すごく詳しく解説をしてくれています。で、あんまり本の内容を伝えないのであれなんですけど、要するに名画と呼ばれる、絵には人が目を離せなくなる仕掛けがされているっていうような内容が書かれています。なんか視線誘導っていう言葉は聞いたことあるかもしれないんですけど、自然と目が作者の思惑通りに動いてしまう、そういう風に仕掛けられた絵を視線誘導がされている絵とかっていう風に言うんですけど、その視線誘導の仕組みを説明してくれたりもしています。で、これは、日本画もうちょっと入っていて、西洋画だけではなくて日本画、見返り美人図とかについても取り上げているので、西洋画だけじゃなくて日本画でもちょっとそういうの学びたいよっていう人もいいかもしれないです。で、あとは色についてもかなり詳しく説明されています。反対色っていう言葉はよく知ってる方多いかもしれないですね。反対色とか補色とかって言われるものは聞いたことがある方多いかもしれないんですけど、そんな風に作家たちは、画家たちはいろんなことにこだわって作品制作する中で、例えば、構図もそうだし、デッサン、物の形をどれだけ正確に写し取るかとか、どれだけ自分なりに写し取るかとか、そういうことで四苦八苦して、で作品を生み出すんですけど、あとその中で、あとは色彩っていうのも大きなその作品編成の要素ですよね。で、いろんな作品を比べながら、どういう色が使われているのか、同系色なのか、それとも引き立て合う色を使っているのかっていうことも、詳しく書いてあります。あとはそうだな、黄金比についても載ってますね。こういう風に線を引くと、その交わった線にこれがあるみたいな、ちょっとあれみたい、謎解きみたいな、名画の謎解きみたいな、そういうワクワク感があります。かなりでもこういう見方はマニアックというか、マニアックなんじゃないかなって思いますね。本当に知識を身につけて美術を
ただの娯楽からちょっと特技というか趣味まで持ち上げたいっていう人に向いている本かもしれないです。もちろん初心者の方がパラパラって見ても楽しめると思うんですけど、いきなり初心者の方がこういう本読んじゃうと結構こういう見方にとらわれて自分なりの感想を持てなかったりとか、あとなんだろう、あ、ここはこうだから知識だけで見ちゃうようになる場合もあって、なのでどちらかというと自分で絵見れるようになって、でその次のステップとして絵を買うとか、あとはギャラリーをいろいろ見て回るとか、あとは展覧会行くときにもっといろんな情報を得たいなっていう、ワンステップ上がりたい人が見るとすごいいいかなと思いました。絵を見るまさに高度な技術が学べる本だなと思います。おすすめです。ぜひチェックしてみてください。ではまた別の動画でお会いしましょう。伊藤春でした。バイバイ。